中学生時代勉強を頑張り成績が良くなったノンスタ石田。普通の母親ならよく頑張ったと褒めるところ、石田の母親はあんたまさか高校行く気ちゃうやろなと言った。幼少期にザリガニが釣れる近所の池で餌のちくわを兄弟3人で盗み食いしていた。毎晩ちくわがなくなっていくことから大きいザリガニが住んでいると噂になり、餌のちくわがどんどん大きくなっていった。ある夜、同級生が巨大ザリガニを探しに池に行ったところ、そこにいたのはザリガニではなく石田三兄弟だったため餌泥棒と怒られた。兄と駄菓子屋に行った際、食べ終えた用事の先端が赤いものは当たりでもう一本もらえるきなこ棒があり、石田の兄は用事で歯茎を刺し血で赤くして当たりを偽装したのだが、それを見た駄菓子屋のおばあちゃんは泣きながら食べてええよともう一本くれた。プラモデルが欲しかった石田が母親に頼んだところ、好きなだけ遊びと大量の段ボールを持ってきた。その中のものを組み立てて遊んでいたのだが、実は内職だった。